日本の心は、かつて存在した、日本の政党。総務省届けで略称は、日本、報道などでは、心、日頃、日子を用いる場合が多い。日本維新の会が2014年6月22日に、文党を決定し、7月31日に回答した、ことを受け、当時同党の共同代表を務めていた、石原慎太郎支持派のグループによって8月1日、 次世代の党として決闘された。2015年12月21日、日本の心を大切にする党に党名を変更。2017年2月7日、党名を日本の心に変更した。同年10月の総選挙で政党要件を失った。2018年11月1日に自由民主党に合流し、解散した。二千十年四月に結党された立ち上がれ、日本の警府にあり、 当自身も立ち上がれ、日本との連続性を標榜していた。2010年代の第三局の理合集参2012年に結成された日本維新の会は、大阪を地盤とする地方政党から全国政党へ拡大するために、創設者の橋本徹が知名度の高い石原、慎太郎を代表に招聘し共同代表制を敷いた。当初強化と石原の個人的関係は良好だったものの、 その後、党の方向性をめぐって、地方行政改革を目指す、強化系の議員と保守的な政策実現を標榜する、石原系の議員との間で対立が発生する。選挙特番でも、大阪の橋本、東京の石原と2回にわたって代表インタビューが放送されるなどした。2014年、UI の党との合併をめぐって、対立は深まり、5月28日に石原と、 橋本との間で、分党させることが決まる。6月5日、山田博士を座長として、新党準備会を設立した。12日には、暫定的な役員人事として、平沼武雄が暫定代表、山田が暫定幹事長、桜内文城が暫定政調会長に就任した。6月24日25日、参加議員や一般から募った約600の、 透明案から絞り込んだ84案に対し、参加議員が3案ずつ選ぶ投票を実施した。この結果、上位5案の次世代の党、自由立憲党、新党富士、日本海新党、黎明日本が最終候補となる。この際、石原はヤマトや黎明を支持したが、ヤマトは映画のタイトルにあるため使用できず、黎明日本は上位5案に残ったが、 他の団体が使用しているなどとして候補から外れた。26日、平沼、山田、石原ら七議員による、透明選定委員会が残った左案から選定し、無投票、全会一致にて、次世代の党に決定した。同日、衆議院、第一議員会館での記者会見で透明を発表。七月九日、橋本系の議員が祝いの党との合同会派、日本維新の会、 由いの党を、石原系の議員が、会派、次世代の党を、それぞれ届けで、維新は分党に先立ち会派として分立した。これ以降、8月1日の政党届けでまでの間、国会活動に関する報道では、会派、次世代の党、院内会派、次世代の党などの故障が用いられた。7月9日10日の2日間、合宿形式で都内で行われた議員研修会で、 今後の体制について協議し、平沼を暫定党首とした。党首は国会議員票と地方議員、党員の票を半分ずつ配分した選挙で決め、任期は2年。また公領に自主憲法制定を明記することを確認した。なお、透明の英文表記を、The Party for Future Generations 英文略称を PFG とする。7月14日予算委員会で山田、 桜内が会派として初の質問に立った。7月24日の全体会議で党の綱領と政策を決定し、集団的自衛権の行使要件を明確化する安全保障基本法の整備や世代間格差を是正するための医療費事故、負担割合の一律化などを掲げた。党首については分党を決定する以前の日本維新の会で橋本共同代表への不満が高まったことから、 公領で、両院議員総会において、所属国会議員の3分の2以上の賛成があれば、党首をリコールできる規定を盛り込んだ。7月31日、日本維新の会が大阪府選挙管理委員会を通じて、正式に総務省に回答届を提出した。同日、次世代の党は、両院議員総会を行い、平沼を正式に党首に選出した。翌8月1日、 橋本系が日本維新の会、石原系が次世代の党をそれぞれ政党として総務省に提出。これにより政党女性法上の政党の分割の届け出が認められ、従来の日本維新の会に交付される予定であった政党女性金の残金は所属議員数に応じて維新、次世代の両党に分配された。同日、両院議員総会で役員人事を決定し、 石原は最高顧問に就いた。9月16日、都内で決闘大会を開いた。12月14日実施の第47回衆議院議員総選挙を控え、11月22日に政策集を発表。争点とされるアベノミクスについて、基本的方向性は、是とするが、軌道修正が必要という評価を行った。消費税については、 現時点の増税には反対するとともに、中長期的な増税は選択の余地のない課題だとした。また、幹事長の山田と最高顧問の石原の間で、比例東京ブロックの名簿順位に関する取引が行われた結果、石原は、若い議員の議席獲得のために比例再開に回った、という名目で、名簿再開で立候補する運びとなった。さらに、 元航空爆僚庁の田も上斗夫を東京12区に擁立するなど積極的に比例票の掘り起こしを図り選挙戦に臨んだ。しかし結果は当主の平沼と園田博之が選挙区で当選したに止まり幹事長の山田を含めた他の候補者全員が比例復活もならず落選する惨敗に終わった。これにより衆議院の議席数は 改選前の19から2にまで減少した。比例東京ブロック名簿再開で出馬していた石原は選挙中から表明していた通り政界を引退することとなった。党はこの結果を受けて改選前より大幅に議席を減らしたことを支持者に謝罪した上で党の再建、再生を誓うコメントを発表している。2015年4月の第18回統一地方選挙でも 当選を拡大できなかった。前半戦では41の道府県議会選挙に計6人を擁立したが全員落選した。17の政令指定都市議会議員選挙でも当選1名に止まった。党はこの前半戦の結果を受けて大変厳しい状況だと受け止めているという談話を発表している。後半戦では689の市区町村議会に 計33名を擁立し、改選前議席数を維持する8名が当選した。前回の第17回統一地方選挙で立ち上がれ、日本から当選を果たした議員は、今回も全員が当選を果たしている。5月1日付で、放棄上存続していた太陽の塔を吸収合併した。8月28日、平沼の公認を決める党首選を告示し、 中山京子が無投票当選した。松沢成分も当初立候補の意向だったが、中山が自民党との連携を最重視しているとして、路線対立を理由に離党した。松沢の公認幹事長は和田正宗政調会長が兼務した。国政政党の女性党首は2013年に辞任した福島みずほ社民党党首以来である。なお、平沼時代は肩書が 党首だったが、中山の就任後は、代表となる。9月25日、平沼と園田が離党した。中山が代表に就任する10月1日までは、和田が幹事長と、党首代行を兼務。11月16日、幹事長が和田から中野正氏へ交代した。12月21日、党名を、日本の心を大切にする党に変更したが、党名変更に反発した。 江口ち彦が離党した。政党要件の一つである、所属国会議員が5人以上を失ったが、直近の国政選挙で、比例代表での全国得票率が2%以上であるため次回総選挙までは引き続き、政党として存続した。2016年3月12日、党名変更後としては、初の党大会を東京都内で開催した。党大会後の懇親会には、 菅義偉官房長官も出席した。4月13日、浜田和幸が一心上の都合を理由に、離党25日に大阪維新の会に入党した。4月24日実施の衆院補選では、京都3区には自民党、公明党の連立与党が公認候補者を擁立しなかったことを受け、京都府出身の派遣社員、小野幸子を公認候補として擁立したが、 民進党公認の現職、泉健太に大差で敗れ落選した。北海道5区では自民党の公認候補、和田義明を公明党と共に支援し、無所属の野党統一候補に新勝した。7月10日実施の第24回参議院議員、通常選挙において比例代表に5人、選挙区では北海道、埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪、 兵庫、広島、福岡に候補者を擁立したが全員落選。中山は12日に辞意を表明したが後に移流を受けて撤回。7月31日実施の東京都知事選挙では自公与党と増田広屋を共同推薦したが、党議拘束をかけなかったため一部党員は自民党を割って出馬した小池由里子を支援した。結果、小池が マスダラに100万秒以上の差をつけて圧勝した。8月31日、透明を短縮し、日本の心へと変更することを発表。理由としては、参院選においての敗因の一つに、透明が長すぎたことが挙げられたとし、長い名前が覚えにくく、認知度が低かった。認知度を高める手段を講じたいと説明した。9月21日に、参議院の会派名を、 翌年2月7日の議員総会で党名をそれぞれ変更した。11月18日、和田が党政拡大ができなかったので区切りをつける。今後は一議員として安倍政権を支えたいとリード。自民党会入りした。2017年1月16日、第193回国会より参議院において自民党との統一会派、自由民主党、心を結成。 1>, 1月11日、中野は記者会見で党の与党化を宣言し、事実上の格外協力勢力となった。4月27日、党による自主憲法草案を発表。7月2日実施の東京都議会議員選挙には、自民党の公認候補者60人全員に推薦を出したが、当選者は過去最低の23人に止まった。9月13日、代表選挙を告示したが、 現職の中山以外の立候補者がいなかったため、中山の無投票再選が決まった。9月25日、中山代表が希望の党へ参加するため、離党した。この結果、同党,党の所属議員は中野のみとなり、中野が代表代行に就任した。また、これに前後して、党所属支部長や党員の一部が希望の党や自民党に移籍するなど、離散が相次いだ。 10月22日実施の第48回衆議院議員総選挙を控え、9月30日に重点政策を発表。自主憲法の制定や、地上配備型の迎撃ミサイルシステムの導入による防衛力の強化などに取り組むことを打ち出した。同日、支部長らによる会合を開き、離党した中山前代表の公認の代表に、中野代表代行を当てることを決めた。 10月10日の公示時点で、党公認候補者は、比例東北ブロック及び東京ブロックに一人ずつ、擁立するに止まり、また前述の通り毎市部長らが、他党に移籍したため九州ブロックでは希望の党への中国ブロックでは自民党への支持を呼びかける対応を取った。党開票の結果、総選挙では当選者を出せず、得票率が2%に達しなかったため、公職選挙法、 政治資金規制法、政党女性法、政党法人格付与法のいずれでも、政党要件を喪失することが決まった。所属議員が中野代表のみとなっていることに加え、政党女性法上の政党要件を失い政党、女性金の交付対象からも外れたため、党の存続が厳しい状況となったが、同代表は、政治団体として活動を続けていく、参議院ではこれまで、 通り、自民党と統一会派を組んでいくと述べた。2018年10月16日、自民党の役員連絡会で、日本の心が自民党への合流を希望していることが明らかになり、調整を進める方向で提案された。合流に先立ち、10月22日には会派名を自由民主党、心から自由民主党、国民の声に変更し、会派から 心の名称が消滅した。10月23日に日本の心が代表談話の形で合流を正式に発表。同日の自民党役委員会で合流方針が承認され、11月1日付で自民党に合流すると伝えた。10月31日に政治団体解散届を宮城県選挙管理委員会に提出して受理された。そして予定通り11月1日に 自民党と合流した。代表の中野は、今後は、新たな3年の任期を得た、安倍政権を、内側からしっかりと支え、言うべきことは言うという姿勢は変えずに、2600年、あまり続く伝統ある日本の国家間を共有する、同志たちと結集して、政策実現へつなげたいという代表として、最後の談話を出した。2019年3月28日総務省から、 政党交付金の未使用分である約2400万円の返金命令が出された。アベノミクスの基本的方向性はゼとするが GDP 成長率に四半期連続マイナスの現状に鑑み軌動修正が必要である。2018年10月31日時点で所属国会議員数1名。ありがとうございます。